毛先をキュッキュッと揉み込みます。皆さんこんにちは、美容室ベルのアンジーと申します。今日はティネージャのアイロン 32mm を使って大人っぽいウェーブの作り方をお伝えしていきたいと思います。はい、今髪には、オイルも何もついていない状態です。ここから全体をまず外巻きにしていきます。結構朝は時間のない方が多いと思うので、耳前の束を全部持って一気に外側にアンカールします。こんな感じです。そのまま左側も後ろも全部同じことをやっていきます。後ろは2つぐらいに分けるとやりやすいです。2個目は横に持ってきて、一番後ろは巻きづらいので前に持ってくるとやりやすいです。首に当たらないように気をつけながら前に引き出してくるっと巻いてしまいます。こんな感じです。反対も同じようにやっていきます。毛量が多い方はこう縦に2つに割って下と上を分けて外側にワンカールしても大丈夫です。でもすごく時短になるので、いっぺんに巻ける方はこのように、まあ前から後ろまでで3つずつぐらいに分けて6回で巻いてしまうのがおすすめです。こんな感じで全部ワンカールがつきました。したらこの前から後ろにかけて、まあ、4回ほど適当に束を取って順番に内側、外側に巻いていきます。この束は全部取らずに上の方をちょっとすくって編んで、最初はまず内側に巻きます。そのまま縦に抜いてください。次、外側に巻きます。コテを離すときは縦に抜くのがポイントです。さあ次、一つ目と一緒で内側に巻きます。じゃあ縦に抜く。で、一番最後、なるべく自分の届く後ろの方の毛束を取って最後外側に巻いて下ろします。同じことを反対もやっていきます。内外、内で来たので最後外ですね。外に向かって巻きます。できました。ただ一度今まで巻いていた髪をどかして後ろにピッと置いておきます。したら前髪を巻きます。前髪はちょっと大きめのカールをつけたいので、サイドの紙をよけて真ん中だけまず持ちます。そしたら軽くコームで溶かして、手を中間あたりから入れてくるっと、こんな感じです。ふわっと大きいカールがつきました。そろ
からそれに合わせて今避けていたこのサイドの紙も裏側に流れるように上から固定を入れて行きます。感じです。そしたら上の方の毛をすくって強めにカールをつけます。この時は根元まで巻き込んで大丈夫です。そしたらこれをほぐしていきます。オイルをつけて仕上げていきます。オイルは2プッシュから3プッシュぐらい出して、まず顔周りから広げてワシャワシャワシャと軽くつけます。そしたら後ろの毛を持ってきて毛先にキュッキュッと揉み込みます。前髪は先1センチぐらいのところにクシュクシュと揉み込むようにつけます。はい、こんな感じで完成です。32mm のコテを使ったら簡単にちょっとこうゆるっとした大人っぽいウェーブを作ることができますので、ぜひやってみてください。